シンキングマシンズ社 CM-1 マウンテンビューのコンピューターヒストリーミュージアムにて展示されているコネクションマシンはスーパーコンピュータシリーズの名称である。1980年代初頭、マサチューセッツ工科大学のダニー・ヒルスによるノイマン型コンピュータの代替となるアーキテクチャの研究から発展して製品化された。最初の CM-1 は MIT で考案されたもので、数千の単純なプロセッサノードをハイパーキューブ型に接続した超並列マシンであり、各 CPU ノードにはラムを持ちシムの方式で動作した。人工知能や記号処理に使うことを目的としていたが、計算科学分野で成功した。ヒルスとシェリル・ハンドラはシンキングマシンズ社をマサチューセッツ州ウォールサムに設立し、 CM-1 を製造し、後に最大65,536プロセッサ構成の CM-2 を開発した。各プロセッサは非常に単純な1ビットプロセッサである。後に数値演算、コプロセッサを追加できるように改良され、32ノードが一つの数値演算、コプロセッサを共有する構成となっていた。 CM-2 の小規模版 CM-2R や高速版 CM-200 も後にリリースされた。NSA の暗号博物館に展示されている CM-5 その本来の目的が AI 研究であったため CM-1、CM-2 のソフトウェアはリスプが基本とされ、コモンリスプの派生版であるリスプが実装された。CM-1、 2のユーティリティの大半はリスプで書かれていた。1991年に発表された CM-5 ではアーキテクチャを完全に変更し、ファットツリー構成のネットワークでスパルクリスクプロセッサを接続し、ミンディ方式で動作した。後継の CM-5E ではスパルクをスーパースパルクに置き換えている。コネクションマシンは一辺が1.5メートルの立方体形であった。 8個の同サイズの立方体に分かれている。その各立方体内に16枚のプリント基板とプロセッサが収められていた。各プリント基板には32個のチップが搭載されている。各チップにはルーターと呼ばれる電装炉16個のプロセッサ、16個のラム、その他電子部品が集積されている。コネクションマシンは全体としてはルーティングネットワークと 主記憶と入出力プロセッサから構成されていた。そのスイッチングネットワーク部分をネクサスと呼ぶ。主記憶装置は 512MB、補助記憶装置は 10GB であった。コネクションマシンは、その得意なデザインで記憶されている。CM- には、立方体系で、その表面の大部分で、LED が点滅しているのが見えた。c m 後は上から見ると稲妻型になっていて、 やはり LED が多数並んだパネルがついていた。そのデザインのためと思われるが、CM-5 は映画ジュラシック・パークで中央制御室に置かれていた。コネクションマシンについて書かれた、ダニー・ヒルス自身の著作ザ・コネクションマシンはすでに絶版となっている。この本ではコネクションマシンの哲学、アーキテクチャ、ソフトウェアを外観しており、 CPU ノード間のデータルーティング手法、超並列マシンでのリスププログラミング手法などが解説されている。なお、翻訳は1990年にパーソナルメディアより刊行され、現在でも入手可能である。翻訳にあたっては1985年発行の原書の内容が古くなったため、ダニー・ヒルス自身の希望により、役者が CM-2 の記述を 第2部として追加している。ありがとうございます。